ちなみに、今日の優勝した感想と、記録についてよろしくお願いいたします。然后你下面先说一下今天的那个你比赛的成绩，然后参加就是6:47，然后你说一下你今天的投掷感想。来，说出这个话筒先。我有一点。啊？说一下啊。我应该说什么？啊，你说我今天的成绩是多少？然后我。Hello， 大家好，我是标枪运动员刘诗颖，然后今天是我的个人最好成绩66:47。今天首先非常感谢这个场地，我感觉场地特别特别的幸运。今天状态本来是还可以，我以为今天只能是一个正常发挥，没想到今天超常发挥了。比赛当中呢，就仔细想着教练教狗的技术，然后我觉得有成长这场比赛，非常感谢这次场地的观众们给了我大部分的幸运，然后点燃了我这场比赛的激情，非常感谢大家。皆さんこんにちは。私中国のやり投げ選手劉詩穎と申します。今日の私この競技場のすごく素晴らしい競技場だと思います。私のコンディションはまあまあの状態なんですけれども、今日 の試合に対しては最初はそれほどそんなに期待してないんですけれども、まさかそれをこんなに自己新記録を出して、66m47 ということ自己新も出しましたという自分もびっくりしました。まずそれをこんな記録出したことに対しては、まずその競技場 その観客に対して感謝の意を申し上げたいということです。その熱烈な観客さんの方の支援ご支援がなければ私はこんな記録を出せないんじゃないかなと思います。本当に心から感謝しています。ありがとうございました。それでは次音に入らさせていただきたいと思います。ご質問のある方は挙手お願いします。どうぞ。今季はだいぶ調子を上げてこちらに来られてた、まあまあのコンディションとおっしゃってましたけども、ミッチェル選手には前の試合で勝ったりして、当然優勝を狙ってた。他说你刚才就是说你来是就你的状态还不是说还可以，你刚才说是吧，还是状态，可是他说你这次就是成绩这么，你上一个比赛也挺好的，上一场比赛国内比赛，国内比赛不是特别好，没胜他，是他就这个很明显，他是上次也跟你一块比赛了。对，澳大利亚的比赛，二月份的，那你没赢他，赢了那场也赢了，就说你在那场也赢了，而且你今天因为已经赢了，说你带着这种心情是不是来这场比赛？你觉得有必要？我没有想那么多，我只想就是把自己的技术好好的发挥出来，看看能发挥到什么水平。就是没想到今天就是技术虽然发挥的不是特别特别的理想，但是我觉得已经很满意了。いや、そんなに多くに考えてなかったということです。先ほども話したように、自分は普段の練習の成果を今日の試合で反映すればいいと思ってたんですけれども、まさかこんなにいい記録出したとは自分にも思わなかったということです。今後の目標ですけど、今年はこれからどの辺に一番重きを置いて取り組んでいくか、どの辺をゴールに掲げていくか。今后这个目标是什么？比如你要想达到什么，达到多参加什么，或达到什么样的目标吗？就是，肯定是想往更高的水平发展。但是我觉得现在去想这些可能有一些过早了，因为如果技术成型了以后呢，然后我觉得这些自然而然就会有。但是现在技术还不是特别的稳定，我觉得现在就应该加强技术的稳定，可能以后会有更高的发展。もちろんそれ高い目標を立てて向かって頑張ってきたんですけれども、まずそれ自分の今技術を安定するようなっていうかキープするようなっていうフォームとかいろいろですね、それを私にとって一番重要っていうことです。その他ございますでしょうか。はい、世界選手権の代表には決
決まられてるのか、決まるのはどうしたらいいですか。对，你们那个是世锦赛那个作为决定了吗？还没决定世锦赛就是当然还没下，但是应该可以。最后的决定还没。まだ正式の方からまだ決まってないんで、自分は多分もう大丈夫だと思う。代表選手になると思います。それ記録的にもう大丈夫。是因为你的记录，就是你的成绩来，你觉得你判断没有什么问题，是吧？对。そうですね、おっしゃった通りです。だから余計で今就不知道。でも何か予想外のことがあれば、それはちょっと私も想定できないという。去年のリオのオリンピックはあまり良くない成績だったと思いますけれども、これだけの記録を出せば結構世界でも上の方を狙っていけると思うんですけれども、その辺への今思いっていうのは。他说你去年在里约的时候，你的成绩不是特别的理想哈。那么现在经过这一年训练，你的成绩现在已经提高这么大，而且跟了一流的水平很接近啊。那你现在这个目标或者现在的心情是一个什么样的状态？我觉得得保持淡定吧。就因为去年在之前奥运会之前也出了一个自己的个人最好成绩，但是出了以后，后面的一些包括比赛、包括训练都一塌糊涂。所以总结了去年的一些不足，今年改正，我希望不要再犯去年的那样错误。実はやっぱり冷静ということ、私はそれは一番というだと思います。実は去年の時の大会の前に自己心も出したんですけれども、やっぱり冷静さがどこかで失われてということは、その後どんどん成績を下降感になっちゃってということ、今年はやっぱり去年 の教訓をして、繰り返しないように、常に冷静さを保って臨んでいきたいと思います。質問がございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは記者会見を終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。このままフォトセッションよろしくお願いいたします。